トレボノの時は右手の小指を駒の付近から胴の中央に移動し、バチの角度を少し立てる。バチ先に意識を集中させて短い振幅で動かそう。手首の力は抜くように心がけよう。トレボノの時は右手の小指を駒の付近から胴の中央に移動し、バチの角度を少し立てる。バチ先に意識を集中させて短い振幅で動かそう。手首の力は抜くように心がけよう。トレモロはスクール技術をマスターしないと難しいと感じるテクニックです。焦らず練習を積みましょう。